今日は2021年1月21日 JR 木岐駅まで向かいます。これといって用事があるわけではなく、多分コーヒーが飲みたかったんじゃないかな。スタート地点は国道55号角峰町付近です。そのまま国道55号をバイパス最後まで走行します。続いて国道55号を南進岩佐道路へ、雪インターチェンジで降りて木岐地区を走行、そしてゴールの JR 木岐駅とします。ここまでで前半としますね。JR 木岐駅からやや荒れた道路を使い国道55号へ戻ります。そのままドライブイン快速線前でコーヒータイムです。ここ本当に好きなんです。見た目もいいし、日和佐インターチェンジから日和佐道路へ入る北進、そのまま来た道を戻って角峰町付近でゴールとします。これが後半です。後半戦3倍速、現在地は JR 木岐駅へね。切り返して戻るところからや。リアルでウプヌシ、今左目が見えなくて明日眼科行くんやって。糖尿病網膜症やと思うけど突然見えんようになったらしい。車の運転に支障出てくるんで治らんかったらしばらく車載できへんわ。で今の文章も右目だけで見てるっぽいで、血糖値も血圧も調子いいのになんでだろうね。国道55号です。右へ行くと福井町、左へ行くと南町方面です。
コーヒータイムや。左折すると南町内や。ここ左折するで日和佐道路やね、いわゆる日和佐インターチェンジや。唯一の追い抜き車線やで。でも合流ポイントに車線がなくてここ悲しいね。出口です。速度注意してください。左へ行くとさっきのドライブイン快速線に戻るで。まっすぐ行くけど左曲がっても同じとこ行けるんやけどな。ちなみに蔵野町経由や。
ここの交差点左折してすぐ左折するで、そしたら阿南バイパス入り口やね。くるくるコーナーやって、あれ前なんかネーミング違った気がするで。そして華麗にゴール。あ、もうウップ主目が片方。あれなんで文字何度も打ち間違えてるわ。あかんのちゃうこれ。僕たちの仕事がなくなるから明日は病院に行ってください。